ウィリアム・バートラム・バートラムの植物が、ウィリアム・バートラムはアメリカ合衆国の博物学者である。現在はフィラデルフィアの一部となっているペンシルベニア州のキング・エジングに生まれた。父親も有名な博物学者のジョン・バートラムである。父親は子供のウィリアムをキャッツキル産地などの探検旅行に伴い、父親の集めた標本を描き、博物画家としての才能で知られるようになった。 希少なな植植物物をを集めたた父親の植物園の園世話をするようになっ1773年から4年間、単独で8カ所の南部の植民地の探検調査を行い、地方の植物、動物の多くの図面と記録を残した。1780年代はフロリダ、ジョージア、カロライナへの探検調査に費やした。当時としては、 最も完全なアメリカの鳥類の一覧を作り上げた。1791年から多くの旅行記を出版した。アメリカの自然史上に残る著作になったばかりでなく、アメリカの風景の生き生きとした描写で知られ、ウィリアム・ワーズワースやサミュエル・コールリッチらの作家にも影響を与えたとされる。1802年にアメリカの最初の鳥類図鑑を制作することになる。 アレクサンダー・ウィルソンと出会い、蝶類学の基礎を教えた。ウィルソンの著書、アメリカの蝶類には、バートラムフ氏の作った、バートラムガーデンなどに関する言及が見られる。ご半生は、多くの学校からの教授としての招きや、ルイス・クラーク探検隊への参加などを断り、バートラムガーデンで働いて過ごした。北半球に分布する、卵系の仮名、俗名、種名に、 検名されている。W. バートラムは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・バートラムを示すのに使われる。ありがとうございます。